皆さんこんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。今日は7月3日土曜日ですね。1週間の終わりです。雨も上がったんで、よかったよかったというところなんですけども、今日の話題は土曜日のソニカです。第3回目かな。はい、今日のですね、ポイントはソニカのこのマルチリフレクター式のヘッドライトです。実はこれ一種の完成形だと私は思っているんですね。現在の主流っていうのは LED に移っていますし、かつプロジェクター式の、見栄えのいい、かつちっちゃくてこうデザイン性も高いものが主流になってますけども、個人的にはあれは、メンタル的にダメですね。まずその対向車ですれ違う時も、後ろに疲れてもチラ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 眩しくてしょうがないです。チラ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 というのは光が、点滅しているわけではなくて、軽自動車の車格の中でどうしてもこのピッチングモーションが乗用車に比べても大きいと思うんですよね。でそのピッチングモーションが、光が先に届けば届くほどその振れ幅って大きくなるわけで、それが対向車や前走車には非常に迷惑です。そういう迷惑なライトを私が装備して乗っていると思うと、私の心がもうダメなんですよ。もうああ眩しくかないかなとかって思っちゃって、もう私はですから全然ダメですね。より新しい担当とかですね、だいぶ変わってきてるようなんですけども、眩しさが今後も減っていくことを望むばかりですね。でまあ、ソニカに話を戻すとですね、何が完成形かというとですね、このマルチリフレクター式に、ロービームが、HID、ハイビームが独立したリフレクターを持っているハロゲンバルブというのはですね、いろんなコミュニケーションと、本来の照らすという目的にはやっぱ完成形なんじゃないかなと思うんですね。同じくマルチリフレクター式の HID ローハイを D2R のバーナーで共用している、シエンタ、初期型の丸めのシエンタですね、私乗ってましたけれども、やはりですね、ロービームはまあ普通に照らしてますけど、ハイビームは満足いくものではなかったです。 D4R よりも消費電力が高いわけですから、まあ、それなりに工夫はされているわけなんでしょうけど、まあ変わり映えのしないハイビームだったんですね。ところがそのシエンタの後、私ゼロクラウンに乗るようになったんですが、もうね最初びっくりしましたね。まあオールドファッションだなと思って乗り始めたわけの、当時もうすでにね数年前ですから、ゼロクラウンなんて半分旧車だったわけなんですが、ですね、乗り始めてまず夜驚いたのが、ですね、このロービームなのに左右きちんとこのサイドミラーの脇まで照らしてるんですよ。と思って、あれフォグランプつけてるのかなと思って、フォグランプを何回もこうスイッチを消そうとするぐらいしっかりと両脇まで照らしてるんです。もちろん前も照らしてるんですよ。これがマルチリフレクターの本当素晴らしさだと思うんですね。それでもっと驚いたのがハイビームです。 HID の純正 HID の色味で、このソニカも一緒ですけども、まあ、4200ケルビン、もうちょっと高いのかな、純正色っぽい色のロービームから、ですね、ハイビームに切り替えると、ハロゲンの純正ハロゲンバルブ独特の温かみのある色で遠くを照らしてくれるんですけど、これがまさにハイビームなんですよね。本当にしっかりとこの先向かう十字路の、その十字路の向こう側までしっかり照らしてくれてるんですよ。その時思ったのが、あ、これはパトカーに採用されるわけだと思ったんですよね。そのぐらいゼロクラウンに乗った時に、あ、このマルチリフレクター式の HID プラスハロゲンの独立したハイビーム用の独立したリフレクターを持っている車って、あ、本当にヘッドライトって本来こうなんだっていうふうに思いましたね。で後日このソニカが、まあ、去年ですけどやってきたわけなんですけど、私最初シエンタと同じ
ローハイ共用の HID が1個ついてるのかなと思ったんです。パッと見だって見えないですけどね、ハイビームのバルブが。でバルブ何かなと調べてたら、D4R ってなってるんで、あれと思ってよく調べてみると、D4R の下に H7 かな、ハロゲンバルブがちっちゃいのがちょこんとついてるんですよ。しかしちゃんとしっかりとしたハイビーム用のリフレクターが作られてるんですね。ソニカのヘッドライトっていうのは、あの一体型の、皆さんご存知のあのね、カピパラと言われている、目つきですけれども、スモールランプが、まあ、当時の流行りでちょっとあのスモールランプのカバーがブルーだったりしますけれども、スモールランプがあって、ロービームのヘッドライトがマルチリフレクターでドーンとあって、その下にちゃんとハイビーム用のリフレクターも装備されているというですね、実はちゃんとコストのかかってる作りになってるんですね。まあ、当時の車はだいたいこれが主流だったんだと思うんですけれども、改めてヘッドライトの役割、それから例えばあの最近は車同士のコミュニケーションや、車のみならず人や自転車や車に対して、一緒か、人や自転車に対して、何らかの意思表示をするときにハイビームっていうのを使いますよね。この時のロービームとは独立したハイビームが点滅するっていうこと、かつロービームのつき、ハロゲンバルブのつき方に意味があるんですね。やっぱり言うとふわっとついてふわっと消えるというのは合図としては最適なわけですよ。危険を知らせるという意味においてはより早く点滅する LED の方がいいのかもしれないんですけれども、いつもかつもそのハイビームをつけっぱなしってわけにもいきませんから、パッパッとハイビームをつけた時に名残が残るっていう、このハロゲンバルブっていうのは本当に、意思が伝わりやすいのかなと思います。かつロービームとは独立しているし、ロービームをつきながらハイビームにすると両方点灯することが、そういう車両の方が多いと思うんですよね。まあ、そういう意味からでもこのマルチリフレクター式、ロービームハイビームが独立しているマルチリフレクターであることで、ロービーム、通常使うロービームは HID で一定のある一定以上の明るさを、出していること、でバナーとかバラストとかいくらでも買い放題ですよね、今ね、いくらでもあれがありますもん。で、ハイビームについては独立した、リフレクターを持つ、ハイビームがヘッドライトの中にすで、にもうデザインされていて、一つの完成したデザインになっていることなどを考えるとですね、あと最後はその挨拶とか、パッシングをする時の意思の伝わりやすさ、ミラなんかH4 のバルブを LED に切り替えてるわけなんですけども、 H4 だとどうしてもですね、LED のロービームは明るいんですけれども、ハイビームとの差が分かりづらいんですよね。かつ、先を照らすという時のハイビームとしてはやっぱり役割不足なんですね。そこは H4 のノーマルバルブにはやっぱりかなわないところなんですね。はい、ということでですね、このマルチリフレクター式の、ロービーム HID、 ハイビームハロゲンというスタイルは当時の一過性のものではなくて、一つのですね、やっぱり執着系だったんではないかなと思うんですね。なので多分先々はですね、まあ、ライトの発火方式が HID なのか LED なのかハロゲンなのかということは置いておいて、形としてはですね、この独立したリフレクターを持っているライトというのはコストのかかった車には改めて採用されるんじゃないかなと思いますね。よいしょ、日が差してきましたね。コンビニで、ライトをつけっぱなしのお兄ちゃんとかですね、周りの交通を止めて車庫入れをするときにヘッドライトをつけっぱなしのお姉さんとかですね、そういう方には今時のプロジェクターの LED が人気なのかもしれません。
ただ私はなんかやっぱり毎日仕事でこうやって乗っていると、この HID、まあ、LED でもいいんですよ、リフレクター型のロービーム、独立したリフレクターを持っているハイビームっていう形が、大好きになりました。このソニカもそのスタイルです。はい、ということで今日土曜日のソニカは以上になります。さて、ガンガン仕事回して今日も、安全運転でいきたいと思いますね。皆さんもどうぞ良い週末をお迎えください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。